続いてはこちら。妖怪黒坊主は美しい女性を見つけると後をつけほにゃららとかほにゃららをすると言われている。もう後ろからつけてくるやつばっかりだな。なに、自分に自信がないんですかね。ああそうなのかも。前から行けない。すいません僕妖怪なんでごめんなさいごめんなさいって後ろから来るの。綺麗だなって、はい、後ろをつけ何々とか何々す、美しい女性を見つけると、後をつけ、なんだろう、後をつけ、うん、髪を溶かしたりとか。ありがた迷惑。あ、やめてやめて、ありがとうございます。引っ張られるんでやめて、キューピクルが剥がれるんでやめてください。ごめんなさい、ちょっとやめてもらえるかなって。これなんだ、うん、黒か坊主かどっちかに何かこうヒントはあるんですかね。ないのかな、ないのか、ないです、ないの。え、なんか後をつけ、はい、独居をするとか。怖い。ずっと言い続け。違う、あの家まで行く、ヒント、家まで行く。さらに怖いわ。家来る、うん、黒坊主は美しい女性を見つけると後をつけ、家を確認しストーカーする。こうなっちゃいますから。ダメね、それお縄になっちゃうからね。ダメですね。黒坊主、黒坊主、家まで来て、でもほら悪い妖怪ばっかりとは限らないじゃないですか、うん、妖怪。あ、なるほど、いい妖怪もね、いますから。そうそうそう、家に来て、うん、洗い物とか、うん、洗濯物とかしてくれる。ああ、うん、でも悪くないんじゃない、そのこう、ね、悪いことをする妖怪じゃないっていう考え方のスイッチはいいんじゃないの。どうですか、うん、そうでもない。女として何が嫌か。もう後をつけられた時点で嫌ですけど。そりゃそうだ、間違いない。黒坊主が後ろ、家にまで、あのつけ、後をつけ、玄関にを上がったら靴を直してくれる。優しい。むしろいてほしい。あ、そうそっか、迷惑、何が迷惑、やっぱり髪を溶かす。もう私それ正解なんですけどね。嫌だよ、嫌、ね、です。ああもうタイムアップ。難しいよこれ。難しいですよ。何ですか、はい、黒坊主は美しい女性を見つけると、はい、その女性の寝息を吸い取るとか血を舐めたりすると言われている。それなんかでもストーカーで合ってるんじゃないですか。家を突き止めてストーク、なんかとかっていうことでしょ。要はとんでもないやつですね。エロ坊主、これは、あ、そう、もう黒じゃなくてエロだよ。エロ坊主ですよ。妖怪エロ坊主でいいです。これもう枕返しぐらいにしといてほしいですよね。ね、枕は返してほしいけど、枕返すついでに寝息をこうかいかいくんくんって返す。やっぱりストーカーじゃん。まあもういい、もうここから離れられなくなったからもういいや。はい、以上クイズ妖怪問答でした。